この怪物は。皆さん、緊急事態です。5分前、サンゴ島の中心で巨大な崩壊エネルギー爆発が発生しました。爆発を中心に発生した異常重力波は都市の3分の1を飲み込んでいます。さらにまずいのが、爆発の中から巨大な化け物が誕生したことです。該当生物を調査すると、信じられないデータが判明しました。その化け物の体内から2つの高濃度崩壊エネルギーが検出されました。そのうち1つは氷の律者の律者コアの波長と一致しますが、もう1つはかつて観測したことのない律者反応です。つまり先ほどの爆発でもう一人のリツちゃんが誕生したということになります。現在のサンゴ島の状況は外部通信により本部へと送りました。本部から帰ってきたメッセージにはリツちゃんの特徴が記載されています。サンゴ島で発生した重力波異常反応を分析した結果、新生リツちゃんの能力は全文明の耐久リツちゃんと一致します。二人のリツちゃんによって生まれた化け物。その通りです。現在サンゴ島の崩壊は最高レベルの崩壊事件にまで引き上げられました。本部は今最大限の増援を送っています。それまで不要な死傷者を出さないためにも一時撤退をし、主力部隊と合流してほしいと司教様はおっしゃっています。了解です。現在前線の損失はひどいですし、作戦を継続するのは難しいでしょう。アルビトルさん、撤退の指揮はあなたに任せます。皆さんを連れて撤退してください。隊長はどうするんですか？私はあの化け物の相手をします。なるべく情報を多く集めるためにも。でも危険すぎます。アルビトルさん、今の状況は私たちの予想を超えました。そして何もしない方が危険な選択です。でも副隊長は重傷を負っています。もし隊長まで。安心してください。アルビトルさん、リタのことお願いしますね。かしこまりました。隊長、お気をつけください。どうしてこんなことに。少し離れていただけで、ここはどうなってるんだ？渡りガラス。経緯は天命の通信を聞いて知った。理由も大体察しがつく。さあ、お前の欲しかったものだ。計画は変化に追いついていない。黄泉の杖は手に入れたが、この状況でまだ役に立つかどうかはわからないな。それで作戦は？電磁場。やはりか。黄泉の杖の原理は、特殊な電磁場を利用して律者コアと虚数空間のつながりに干渉すること。ジャッカルは説明しなかったけど、私はその力を身に受けたから、その電磁波長をはっきりと覚えてる。雷の律者の力で同じ効果を作り出すってわけか。ええ、まだチャンスはあるわ。黄泉の杖にできることは私にもできる。そしてその強度はもっと強い。でもお前が立ち向かう相手は二人の律者が融合した化け物だぞ。
そいつのテリトリーでそいつに勝ち、コアを奪う。チャンスは一回のみ。失敗したら誰もお前を助けられない。そうしなければ何があろうとも遂げてみせる。それなら私が協力します。テュランダルさん、今サンゴ島の崩壊レベルはすでに通常崩壊の2倍です。しかもまだ上昇しています。あの化け物の力はまだまだ強くなります。残された時間はそう多くありません。デュランダルさん、コアの位置に近づくのを手伝ってください。そうすれば倒す方法はあります。ワタリガラス、あなたは安全な場所に。悔しいが、今の私では何の役にも立たないからな。とにかく健闘を祈る。行きましょう。もう一か八かにかけるしかありません。ええ、今です。おとなしく止まりなさい。ここはフクロウ。ライデン・メイ、お前の勝ちだ。おめでとう。もう終わった。ああ、終わったんだ。俺はただただもう一度彼女に会いたかった。彼女に気持ちを伝えたかった。それも間違いだったというのか。わからない。私もまだその答えを探してる。そうか。お前が俺たちみたいにならないといいな。ごめんなさい。なぜ謝る。俺たちは律者、倒さねばならない怪物だ。お前はただお前のするべきことをしたまでだ。もうどうでもいいんだ。運命が俺とアナにいたずらをしただけ。もしかしたら俺の感情も俺が律者になった時に消えたのかもしれないな。もう悲しみを感じないんだ。さあ、来い。疲れた。こういう終わり方も悪くないかもな。アナ、これでやっと一緒になれる。この二つのコアはまだ生きている。
成功だ。お前の目標に一歩近づいたな。黙り込んでどうしたんだ？拍手でも待ってるのか？喜べ。これはお前の勝利だ。勝利と呼べるものとは思えないけど。こんな結末、受け入れられないかもしれないが、私だって同じだ。誰もこんなことになってほしくなかった。だがこれが世界だ。世界とはずっとこうだった。だから、元気を出せ。お前には守りたいものがいるだろ？ほんの少しの弱さでも、相手を失うには十分な理由になることがある。今までずっと、そんな気持ちで子供たちの相手をしてたの？教えないさ。そろそろ戻りましょう。戻る前に、もう一度フクロウに会いに行くといい。そこの海岸に、天命のバルキリーがあいつとアナの墓を建てた。私もそこから戻ってきたばかりだ。あいつは悪人であり、ヨルムンガンドは裏切り者を許さない。だから、お前と私の他に、あいつのことを覚えている人はもういない。テュランダルさん。リッチャーになってしまいましたが、アナさんは死んでも栄光なるバルキリーです。彼女は使命を果たしました。今はゆっくりと休んでもらいましょう。このネックレスは彼女の？ええ、彼女の大事なものです。いつも肌身離さず持ち歩いていました。それなら、これを返しましょう。よくやった。戻ってくるといい。教えてほしい。私がリッツ社の力でコアを制圧し、奪い取ることも、あなたの想定内だったの。それは君自身が出した答えだよ。私が失敗したら、どういう結果になったか考えなかったの？君ならやれるさ。説明して。この崩壊で、二人の律者が誕生した。そして二人は一つになった。一人の律者がもう一人の律者のコアを飲み込み、より強い個体になった。君がしたのは、同じことさ。政府は、律者の力だ。え？どうした？通信が切れた。これは、ジャミングじゃない。何かしらのトラブル？基地で、何かが起こってるわ。この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。
キング！友か敵か選ぶ。いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。骨に刻まれるほどの憎しみだけが生まれ変わるほどの成長を遂げさせます。私は全てを変えます。